着席お願いいたします早速始めさせていただきたいと思います一部のあの報告が一つすいません抜けておりましたというかはしょってしまいました申し訳ありません幅久美子さんのブタペスト会議の報告こちらから第2部を始めたいと思いますあといいげちょっと待っていい あじゃあすいません、ちょっと電池が切れそうなので、切れるとしゃべれないという、申し訳ございません。<laughs> えとまず最初は、その提言の方ではなくて、えー、私は6月の6日、7日に、欧州で開かれた、えー、ウクライナ戦争を終わらせて平和を提言するという、あのブダペスト平和フォーラムの報告を最初に簡単にしたいと思います。 でこれはそもそも和田春樹先生に翔平のお声がかかったものだったんですけれども、えー、和田先生があのどうしても行けないということで、えー、幅があの代理で出席させていただきました。でこれはハンガリーの、えー、マーチアス・コルビヌス・コレギウムが主催する国際会議で、世界的に有名な経済学者、国際関係や 欧州関係、そして教授、メディア関係者が多数参加していましたで、主な参加者はジェフリー・サックス、コロンビア大学の教授、キショール・マフバニ、元国連安全保障理事会議長、それからリバー・ガングリー、インド政府外務省長官、ミハエル・フォンデア・シュレンベルク、元国連上級ドイツ外交官、欧州安全保障協力機構、 東東、えー、で、えー、インドやカタールやドーハなど、えー、中東や欧州そして東アジアからは中国聖菓大学の教授の周波さんと、えー、キム・ジョンヒョン、えー、グローバル大学教授これはひょっとしたら北なんですかねちょっとあの確認できなかったんですけどそれから えー、隣の国の、えー、西ボヘミア大学の教授の、えー、ペトル・ドゥルラーク氏などが参加していましたで、インドと中東が多かったのが非常に特徴的で、えー、中国よりもインドの方が多かった中国が1名だったんですけどインドは3名来て報告していましたで、中東さっきも言ったようにカタール・ドーハ等々、えー、の代表などが えー、多かったとということですで基本的な姿勢は、現在の欧州における、えー、非常にあの戦争の、えーしゅえー、深刻な状況、そしてインフレやエネルギー価格の高騰を引き起こしていることなど、えー、戦争が、えーまあ、平和的にいかに終結させなければならないかということが強調されました。 でここはあの和田先生が先ほどニューヨーク・タイムズの紹介ありましたけれども、それと非常に類似していて、平和の道をどう実現するか、武力紛争をいかに外交的に解決するかが、 議論され、そして最後に、戦争に反対し、平和について強調することが極めて重要なのに、今、欧州、そして世界のメディアの95%から、こうしたその平和の動きが消えてしまったということが極めて遺憾であるということが、メディア編集者らによって明らかにされました。 えー、日本からは実は北大の岩下さんが参加されていてえどうしてここにいるのってお互いにあのびっくりし合ってたんですけれども。え彼自身は えーと彼のグループでは国際法の立場からどう分析するかということだったので、主にやはりロシアの領土侵犯の問題点が指摘されて、えー、まあ全体としてはロシア、ウクライナ、どちらに対しても距離を取りながら、えー、まあ国際法の立場から解決されるべきという点が強調されました。 で私はあの日本においても、えーまあ、ここに集われているように、えーまあ、その全体としては大手メディアが欧州と同様戦争に反対する動きが極めて少ないにもかかわらず、えー、歴史家や政治家そして、えー、政治運動家の間では近年停、えー、戦を要求する動きが広がり 停戦の署名や意見広告などが、えー、広島サミットでもジャパン・タイムズで出されたり、えー、市民の間に停戦要求が、えー、広がりつつある、えーまあ、朝日生テレビなどでもあの多くの市民が停戦、えー、の方向を支持したっていうようなこともあの議論で述べましたでジェフリー・サックスが特にあの代表的な形で、えー、基調報告されたんですけれども アメリカのバイデン政権の政策に強く反対し、そしてジョージ・ケナンやミア・シャイマーなどが警告するように、アメリカや欧州の NATO 拡大がロシアを刺激し、また、経済制裁はアメリカのエネルギー産業を富ませ、また世界の軍事化でアメリカの軍事,軍事産業が多大な儲けを得ているということをえ結構あの強調されていました。 であのサックスの講演が終わったらこうわーっと人が集まっていろいろあの、えー、インタビューもされていたんですけれども、えー、サックスとも話すことができて、えー、今後もコンタクトを取ることを約束しましたので、えー、可能でしたらここにも呼べ,ら呼べたらいいかなと思っています。で、えー ただ、これがその欧州平和会議、ブダペストの平和会議だったんですが、その後、歴史学研究所、アカデミーの歴史学研究所のメンバーなどに、まあ、ウクライナ研究者などに話を聞いたところは、えー、オルバン政権の親ロシア的なあの政策であり、これは必ずしも支持されていないんだっていうこと、声もあった。 でまあ、欧州でもその平和の動きというのは必ずしもその主流ではないなということも理解できました。で他方であの先ほども言ったようにインド中東中国、えー、そしてあの、えーまあ、あの東アジアも含めて、えー、世界に停戦の波が広がって、えー、このような平和会議が あの催されたということについては、非常に有意義で、かつ多くの指揮者とあの議論し。コンタクトできたことが収穫であったと思います。で、これが一応、はい、あのベタペスト会議の報告でございます。で、あ、ありがとうございます。はい、あ、切れた。え <laughs> えー、えー、と、すみません、多分、じゃ、後半は私。あの、切、切るので、五分ぐらいでよろしいですか。 充電できないと思うんですけど、パナソニックなれがないと、ちょっと、はい、ずっと開けてたのがバカでした、すいません。えー、っと、じゃあ、その私は特に提言はあの、石崎さんがあのさらに具体的にお話しされると思うんですけれども、3点について提言したいと思います。これはあの共同通信の,あの方川本さんが あのえー、と全国配信していただいて、全国でもあの、えー、18箇所ぐらい、16から18箇所ぐらいでいろいろ日本全国であの広島サミットにあの向けての提言ということであの出していただいて、大変感謝してるんですけれども、えーまあ、それを中心に3点ぐらい提言したいと思います。で第一はその広島 G7 サミットで核なき世界の実現が、えーまあ 結果的には遠い未来に追いや,追いやられてしまいむしろ核抑止が語られ、まあ、先生方お話しされたように、えー、核抑止が語られ、えー、中国ロシアという日本の近隣国が招待されないのに、えー、原爆の地に戦争の一方の、えー、武器を送れと言い続けている当事者であるゼレンスキーが招待されたこと、えー、そして あのこの、えー、論文の中でも私は強調しているんですけど特にあの3月以降イギリスが劣化ウラン弾をあの東ウクライナで使用するということでこの劣化ウラン弾の使用がロシアのベラルーシへの核配備を生み出しロシアの核使用を誘発しているということであるにもかかわらずそれは全くあの触れられずに ロシアの核の脅威ということが強調されたということ、そしてあの広島で開かれたにもかかわらず、核爆弾を落としたアメリカの問題は全く触れられずに、これから落とすかもしれないロシアについて最大限の非難がなされたことというのは、えー、被爆者にとっても、まあ、私も被爆2世でありますけれども、非常にあの、えー、残念なあの結果だったと思っています。 でえーまあ、これを超えてどうすればいいのかということなんですけれども、えーまあ、二つ目は、停戦の遅れが生む悲劇というものを、えー、一つ、日本の敗戦を踏まえて、えー、状況を比較しておきたいと思っています。えー、ご存知のののように、えー、45年の2月に年月、えー、当時の小野江内閣が このえ上層文というのを出して停戦、えー、を要求しました、えー、覚えておられますでしょうか、えー、敗戦の、えー、実に6ヶ月前ですでところがこれを天皇と軍部は却下したんですね そして、えー、調べてみると恐るべきことにというか皆さんもご存知かもしれませんが3月から始まったことが何であるかというと3月に神、えー、風特攻隊が組織されそして、えー、10代20代の若者たちが2 5 0キロの爆弾を掲げて、えー、その100%死ぬそれも負け戦が分かっている中でアメリカの艦隊に突っ込むということが始まっていきます。 そして3月にアメリカ軍が沖縄に上陸し沖縄戦が3月から始まって、えー、悲惨な戦いが始められそしてひめゆり部隊などのように自決が、えー、強要されるとつまりあそこで停戦をやっていれば死ななかった、えー、若者たちの命そして沖縄の人たちの命がその翌月から 始まっていったということなんですね。さらに、えー、まああのえっ、ー、とご存知のように3月の末に東京大空襲があり、えー、日本全国の都市が爆撃されるのがやはりその3月以降です。えー、私の母がいたあのえっ、ー、と岡山でも大空襲があり。 え先日横浜でお話をさせていただいた時にも横浜大空襲でたくさんの方が亡くなったつまり全国の大空襲がやはり3月以降に徹底的に始まったということなんですね。そして沖縄の敗戦が5月にあった後もえ天皇は敗戦をえー許可せずそして広島と長崎の原爆が落とされて。 えー、そこで終戦となったということを考えるとその戦争当事者の側が停戦を遅らせることでいかに悲惨な、えー、残酷な戦争が停戦拒否以降に始まったかということを考えると停戦は、えー、即刻今やらなければならないということを ウクライナと比較してもあの考えざるを得ないのだと思います。ウクライナはご存知のようにこの5月6月から徹底反撃を始めました。その反撃の中でレッカーウラン弾が同胞に使われ、そしてレッカーウラン弾の半減期は45億年と言われています。 すで、えー、にあのイラク戦争や湾岸戦争で使われ米兵も被爆しそして遊戯、えー、紛争、えー、先ほどカン・サンジュ先生が言われた遊戯紛争でも使われた時にイタリア兵が被爆して EU は非常に怒って欧州で劣化ウラン弾を使うのかということで憤ったためにアメリカはこれだけに謝罪したんですね。イランやイラ 湾岸、えー、戦争では謝罪せず、えー、これに対しては、だから欧州では使わないということを明言したにもかかわらず、ウクライナ東部であの使うということを言われて、そしてあのイギリスは、えー、と劣化ウランナーっていうのは通常兵器だからというような言い方をしています。えー、通常兵器 をあのまあ、だからこそアメリカとイギリスはいろいろなところで使ってるのかもしれないんですけどこれに対して国連の人権あの委員会はえ明らかに毒物の、えー、破壊兵器でありそして EU すらもこれは破壊兵器であるので禁止ということを言っていたんですけれどもどちらも禁止している破壊兵器をウクライナ東部では使うっていうのが このの戦争の特徴だと思います、えー、これに対してそのロシアの核を誘発してるんじゃないか挑発してるんじゃないかという話がありますけれどもウクライナ東部というのはロシア国境と直接につながっていますから多分ロシアは自国民自民族そして自分たちの土地を核で汚染することはできないと思うのでロシアは使えないと思うんですね。 そうするとそのロシアが使えないことを見越して劣化ウラン弾ンをウクライナ東部に、えー、投入するということはそれこそ先ほど西谷さんが言われていたようにウクライナ東部の民族はあの滅,滅んでしまっても、えー、自分たちの知ったことじゃないという、えー、ウクライナ政府の考え方も透けて見えて大変恐ろしいことだと思います。 であの私としてはここの場で停戦の要求とともにイギリスの劣化ウラン弾がいかに危険なものでそして差別的なもので、えー、多分ここで使われることが容認されたら東アジアでも使われるかもしれないカラードには使うあるいはウクライナロシアのような、えー、カラードに準じる白人には使うというような、えー、ものすごいその白人中心主義 えー、欧米中心主義が見えるのではないかと思っています。で、あのまあ、先ほどの2つの停戦の遅れが、あの無悲劇については今、今、日本の、えー、例を出しましたけれども、我々は歴史をもう忘れてしまったのか、えつい2、3年前まで、あるいは1、2, 1 2年前まで、えー、二度とは過ちは繰り返しませんから たず今回の広島サミットでは核抑止まで行ってしまうような状況をなぜ私たちは作り出してしまったのか、えーまあ、愚者は経験に学び、えー、賢者は歴史に学ぶと言われますけど歴史に学ばない状況が今出てきていることを極めて憂わなければならないんではないかと思います。 でえーまあ、ここで切れてしまったので3つ目はグローバルサウスのことをあの言うつもりだったんですが、まああの一言だけ言いますと,あの、えー、とこれも和田先生もさまざまな方々もご指摘されましたけれど、えー、こうしたその欧米の G7 の,あの世界、えー、近代欧米の,あの中心主義に対して、えー、日本が何も言えない中で 今声を上げ始めているのが中国でありインドでありブラジルでありそしてあのアフリカ諸国であるっていうことは極めてこれも象徴的なんだと思いますあと50年もすればこれはゴールドマン・サックスの言葉ですけどあと50年もすれば中国インドが12位になり3位がアメリカ。 その下がインドネシアナイジェリアパキスタンエジプトブラジルという私たちが多分ずっと下に見ているような国々がドイツや日本を追い越して成長し先進国と後発国が入れ替わるというのがあと50年後に来ています。ゴールドマン・サックスの統計にによれば日本は12位に転落する 言ってるんですけれども、えー、これを経産省の人とあの話し合ったところいやあの50年後じゃなくて多分23年後で転落するんじゃないかということを経産省の方がおっしゃっていました、えー、1000兆円以上の負債があるということであの事実なのかもしれないんですけどその意味でグローバルサウスというのを 私たちも含めて特に自民党政府の方々はあの貧しい国に対してグローバル・サウスという言葉自体がすごく差別で用語だっていうようなことも言われたんですけど何も分かっっていいいららしゃらないと思います、えー、彼らをあの尊敬し彼らと結ぶことが日本が、えーまあ、アジアの一員として。 生き延びてていいいくととも重要なな立ち位置にあるのではないかと思いますだからこそ日本は唯一のアジア人の G7 の、えー、国ではありますけれど、えー、今後は G20 それから G、えー、すいませんグローバルサウスの国々への架け橋になるような形でこれらを結んでいくような形で 役割を果たしていくべきだと思いますしだからこそイギリスの劣化ウラン弾ンの使用に対しては、えー、きちんと声を上げてこれをあの批判していかないと大変なことになるというふうに 考えております停戦、えーえー、は、これまで言ってきたことですけれども、えーとあの、干渉地帯、とりあえずロシアとウクライナが武器を置き、そして武器を置いた間に干渉地帯を設け、その緩衝地帯に国連の PKO、 ないしは、えー、ミンスク合意で言われたような欧州安全保障協力会議が入り、えー、監視を続けること、えー、両者をこう、えー、分けて入って中立の,あの地域軍隊が、えー、平和をつくっていくそれは私たちもそれに参加していくということも含めて、えー、世界の平和をつくるためにウクライナ・ロシア戦争をやめさせること えー、それが東アジアで、えー、続く戦争を避けることにもなるのではないかと思っています。えー、以上でございます。どうもありがとうございました。田部先生ありがとうございました。えっ、ー、と参議院議員で琉球大学名誉教授高哲智さんが来てらっしゃいますので一言いただきたいと思います。はい。お願いします、えー。ありがとうございます。えー、紹介いただきました、えー、参議院。 の沖縄の風という会派を組んでいます、宝つみと申しますちょっと座ってお話をしたいと思いますけれどもあの、4年前までは琉球大学の法科大学院でちょっと憲法を教えてたわけですけれども、あのまあ、市民運動というんですかね、憲法普及協議会の会長をしておりまして、その憲法普及協議会というのは、あの沖縄の復帰前にできたんです。でその憲法を もう日本本土で、化してないかと1960何年ですねで、えー、そういう動きの中から、まあ、72年に復旧をするということで、じゃあ、この憲法を沖縄に普及させるんではなくてですね、憲法沖縄県憲法普及協議会というのは、憲法を本土に普及させるという、そういうことを考えてたわけです。で、憲法手帳と,手帳というものを作りましてですね、まあ、これぐらいの大きさなんですけども、そこに中に入っているのは、憲法 日本国憲法も,もちろん入ってますで。それだけではなくて、沖縄が憲法から分離された4月28日、1952年ですね、この講和条約が書かれています。そして、安保条約も同一なので、日米安保条約も入ってますね、まあ、旧安保条約。そして、児童憲章ですね、当時の、それから世界人権宣言、そういうのが入ってる手帳なんですよ、コンパクトながら。それだけ沖縄ののの中での憲法っていうのは、 日本国憲法ももちろんありますけれどもそこをめぐる世界の,この人権問題とかそういうのに関わるような憲法手帳というのを作っているわけですね。でそれを考えますと沖縄の場合には、まあ、沖縄戦が先ほど浜先生からありましたけれどもあの本当に沖縄の場合ですとあ,のあさってがあの慰霊の日になってますがこの慰霊の日っていうのは沖縄戦が終わったわけじゃなくて。 あの牛島中将ですねあの32軍の司令官が自決をしたとよく言われますけれどもそこで組織的には終わりましたけどその後2,000名以上もた亡くなるんですねあとはですから米兵はこの守りの上からどんどん敗山兵を撃つというゲームのようなやり方をしてるんですねで沖縄の方でも姫、まあ、りのことがよく有名ですけれどもあれも6月22日に亡くなったとかですね もう統一なくなったってもうほったらかされたもんですから君たちはもう終わりだとあとはもう自分でやってくれということで解散するということでもうほったらかされたわけですね十何歳ぐらいでだからそういうような状況を見るとあの沖縄戦というのは国策でということも当然あるんですけどももう戦争になったら何もないんですよ戦略がだからいかに行き当たりばったりで この子どもたちを招兵して少年兵にしたりしたのかっていうのが、これ根拠法が全くないんですね。招兵例もないわけですよ。沖縄の場合には。だからそういうような状況があったということで、えー、ちょっと話がずっと飛んでですね。去年のこのロシアのウクライナ侵略になりますけれども、侵略という言葉はあの決議の話です。まあ、決議の中で侵略と書かれてたということですけれども、ロシアのウクライナ侵略に。 抗議をする決議というのが参議院でありました3月2日ですその軍事行動後1週間ですちょうどそこに書かれてあったのはウクライナと共にあれという言葉とまあロシアを最大の言葉で非難をするということですがその後ろに書いてあったのがです、ね、これはもう南西諸島に来るようなこと形を書いてあるんですよ中身が これはいかんと僕は反対しなきゃいけないということでこれは絶対沖縄,沖縄の軍事強化に利用されるとこの決議は。ということで、えー、参議院はこれまでは押しボタンでしたので、えー、賛成と反対で私はもう棄権するつもりだったので棄権というのは押さなければいいんですけどこのコロナでですねせが飛んでしまってあのこの押しボタンがないんですね今 <laughs> 撤去されて。 賛成は起立反対は座る危険は退場してくださいって言うんですね <laughs> で私も退場したんですよそこを一番前の席なので議長があってそこを通っていく間ですね、うん、もう非国民みたいな、うん、この沖縄の恥みたいなねちょっとした声が聞こえてくるんですねでこの時点では何の情報もない,ですないじゃないですかこのウクライナの問題でだけども明らかにこれは 沖縄にシフトもしていくんだと。いうものがあって。それからやっぱり憲法から言うと。憲法九条で言えば、どうしても。この日本がどっかの味方をして、何とかとか、うら、うら、もちろん。そ、そういう面では、大変なこともあるかもしれませんが。なぜ停戦っていうのが、頭になかったんだろうと、今日のでね、シースファイア。それで。やっぱり。この停戦でも。あれ、仲介でも、調停でも、和解の間でも。とにかく、日本が。やるべきことは。 徹底的にそれを先にやらなければならないということで退場したわけですけどねやっぱりあの、まあ、こういうことが起こるの起こるというか退場のような状態に自分はなると思ってなかったんですけどでもやってよかったと非常に思ってますもうその頃はもう私のフェイスブックとかなんか沖縄の橋とかいうのいっぱい来てですねんで賛成しなかったんだとか新聞にもなんか危険っていうのがでかく載っちゃったもんですから。 その抗議のテーマがあってですねなんで参戦しなかったんだとかそういうのがあったんですけれどもでもやっぱりあの沖縄の先ほどこう憲法手帳を見ても沖縄戦のお話もありましたけれどもやっぱりそうじゃないといけないというのがあって、まあ、日本の,その憲法裁判でまながる事件でも第一審はもう完全にアメリカの戦争に巻き込まれるということを言って。 安保条約が米軍は憲法違反だとということを言ったわけですよねだからその時のものっていうのがものすごく沖縄の場合に今今回ミサイル配布されてるとものすごくあるんですだから巻き込まれると多分日本は安心共有でそんなに専守防衛をしますよとは言ってるけれどもアメリカが何かこうしちゃったらもうそのまま誘発されていく巻き込まれるっていうのもう明らかなので今沖縄の方では。 逆にです、ね、あのこの絶対そうさせないようにという運動の方がとても強くて、えー、ノーマー沖縄戦とかですねあるいは台湾プロジェクトとかあるいはあの今回幅先生もありますけれども沖縄を平和なハブにとかで沖縄の場合の,この、まあ、復帰50年ですけれどもそれ以前からの関係でいうとやっぱり中国はすごく歴史的には長いで中国を祖先にた持たれる方々もいっぱいいると。 ということですよねそれからアメリカの方も実はアメリカとととの間でで、まあ、育っったた子どもたちもい,っぱいいるといいぱるうことですねで、まあ、米軍統治もありましたのでその間のアメリカとのやり合いっていうのは今の日本政府がとても弱いというのは沖縄の人から言うととっても弱すぎるとなんで交渉しないんだと。ね100万県民で当時あのアメリカと対立しながらこう交渉してもう まあ座りり込みにした,り何したりするとてもちろん衝突いろいろありましたけどもそれとやっぱりあの私たち沖縄が復帰の時に憧れたのは日本の,この憲法も,もちろんそうですけどもあまり事情を知らなかったというのもあってですねこの日本がきっと沖縄のことをもう復帰ということでこうやってくれたのでアメリカと非常に強く交渉してくれるだろうと。 で実際にあの決議衆議院の決議ではえ「速やかな米軍基地の整理縮小」と書いてあるんですね決議。もう一つが「核がないことを確認する」という、まあ、この2つが決議されたんですけれども71年11月。でこの2つとも今50年経っても何も速やかにある <laughs> 米軍基地の整理縮小なんてできてないんですねかえって基地面積は自衛隊基地があってるから増えてる ですね。みやしあきはなかったわけですから。そんな状況ということで、あの、私の方から言うと、この定戦の問題というのは、今、喫緊の沖縄の課題であると。いうことで、ちょっとご報告を申し上げたいと思います。すみません。あの、お時間を取っていただきまして、ありがとうございました。だから、てつさん、ありがとうございました。それでは、伊勢崎健治さんからの。あの、提言を。た、た、たから先生の。 もう発言でなんか胸がいっぱいになってもう僕いいでしょうもう今日は <laughs> もう,もうダメです。もだもう時間もないし。い時間あります,あす。ありがとうございます本当にあのねえっ、ー、と、えー、那覇の街で朝5時まで飲み歩いた晩を思い <laughs> <laughs> 出いたします。ありがとうございます本当に。えっ、ー、と僕からちょっとあの議論的な話なんであんまり、えー、面白くないと思いますが。 あのメディアをめ、えー、とにぎわわしているいわゆるウクライナ軍の反転攻勢ですね、やっぱりちょうど僕、あんまりメディア見ないんですけれども、なんか戦時中の大本営報道を追わせるような、それも日頃から僕は懇意にしている防衛研究所ですね、その研究者たちがはっきり言います、これ、動員されています、これ、本当にあのあ頭にき来てるんですけれども。 国家公民であるはずのああいう研究者たちが、まあ、意識的に動員されてます今ね僕はあの内部を知ってるからよくわかるこれはでそういう日本の世論の動向ですがここでよくこのウクライナの軍の反転攻勢のことをリアリ,ティリ,アリズムとして考えていただきたいということですもしウクライナ軍の反撃が功を奏して東部の2州はおろかクリミアからも ロシア軍を追い出ししたとしますこういう状況を考えてください。そうなるには、そうなる以前から当然、いわゆる軍事近郊戦、軍事近郊戦はロシア領内に深く切り込んでいるはずです。じゃないと、国境まで追い出すことはできません。つまり、元の国境の外にロシア軍を追い出すには、 その平坦路も含めて深くロシア領内のロシア軍の拠点を攻撃しない限り、それは不可能だということです。ロシア領内の被害が増大すれば、ロシア側は当然、これを個別的自衛権の行使、全面に出してくるはずです。特にロシア国民に対して。そもそもこの戦争がどう始まったかというと、ウクライナ東部のロシア系住民が、 民族自決権を要求し、ウクライナ政府が、から迫害を受けていたと。ロシアはそれを助けるために、国連憲章51条上の集団的自衛権にのっとって、戦争ではなく特別軍事作戦を始めた。これがプーチンの理屈でした。僕はこの理屈は認めません。でもこれが、これが、あの、えっ、ー、とあの、プーチンの理屈です。 話戻しますロシア領内の攻撃が激化すれば、今度は国家が自国民の保護という最も基本的な個別的自衛権の行使を建て前に、陸戦の消耗を回避できるウクライナ領内の空爆を今以上に激化させることは目に見えてます。もっと人が知ります。そして、当然、窮地に陥るウクライナ側は、 ロシア軍が主要な前線で集中させている軍事力を分散させるために、気を引くために、逆に首都、モスクワなどの主要都市を通常の陸上戦ではない方法で攻撃し始めます。これは実はもう始まってます、これ。通常の陸上戦でない攻撃方法とは、政府が自分が命令したわけではないと言い訳ができる、 非正規な組織を、が引き起こすものです。軍事的には小規模なテロ攻撃です。軍事的には小規模でも、それが発生する場所とタイミングによっては、最終戦争を誘発する可能性があります。これには、歴史上の先例があります。僕のフィールドです。インドです。各保有国の中でも、これは中国と同様に、 二つの国だけだけなんですけど実は、過去各国の中では、ノーファーストユース、つまり先制不使用を宣言している国の一つがインドであります。しかし、これみんな忘れてるんですけども、2001年のアメリカの9.11同時多発ステロ、その数ヶ月の後のここの12月、同年ですね、首都のニューデリーで国会の開催中の国会議事堂が、 パキスタン軍とつながりを持つイスラム系過激組織の攻撃を、テロ攻撃を受けて、これはもちろん、パキスタン政府は否定しました。多数の犠牲を出した事件です。会期中の国会ですよ。事実にセンセーショナルな場所とタイミングです。この時は、この事件が9.11直後です。だから世界が震え上がったんです。みな 核攻撃が始まると思い、例えばパキスタンの首都のイスラマバードから、西側諸国の全部の大使館がここへ退避しました。実際にインドは多分その気だったでしょう。つまり9.11という大事件の後、その後首都がいきなり攻撃されたことを根拠に、インドは個別的自衛権に基づいて、一気に核攻撃に踏み切るという恐れが現実味を持ち、 世界は反応したわけですこの時に事態の沈静化のためにインパ両国にシャトル外交を行ったのは誰だと思いますかアメリカ側は当時の国務副長官のアーミテージロシア側は実はロシアが動いたんですプーチンでした集団的自衛権の範囲であればこれは自国民が以外のものを助けるということですから自国民以外のものを助けるそれが集団的自衛権です 戦略核が、核兵器が使用される可能性はまだまだ低いと思います。でも、いきなり首都が攻撃される、そして個別的自衛権への国民感情とそれを利用する国内政治が、一気に核を選択肢に入れる可能性が出てきます。ロシアの自作自演だという説もありますが、今年の5月にすでに、 モスクワのクレムリ,リンへのドローン攻撃が起きました。ロシア側が個別的自衛権を主張を始める前に、絶対にこれは停戦を実現するときです。本当に悪魔です、これは。一般論としての停戦を、ちょっと語りたいと思います。一般論ですが、やはり2014年にウクライナ東部での紛争、これは内戦です。の和平合意であるミンスク合意、OSC、 いいが主体ですね。これを例が一番わかりやすい。この時は羽場先生がいおっしゃったように干渉地帯バッファーゾーンが作られました。干渉地帯はこれはよ本当にこれを、ね、もう再三再三繰り返して言いたいんですけど、これ国境線の確定とは全然違うわけですこれ。帯なんですこれ。で国際監視課の中でこの非武装地帯を作るということなんです。 ということはどういうことかというと、両軍がロシア軍も含めて、兵力を引き離す、そういうゾーンを作るわけです。これは絶対に国境を確定することではない。それは時間をかけて、その後の政治交渉です。例えば激戦区、今、ドネツク州のバフムト。現在、ロシアがそのほとんどを占拠しております。ここにバッファーゾーンを作る。 国際監視団を入れて、で、兵力を引き離す、バフムトの大部分を今占拠しているのはロシア軍ですから、これは当然、ロシアにとっては不利なわけです。だからこそ、ここで、アメリカを含む G7 が、ロシアへの、あ、じゃないウク,ライアウクライナへの武器の供与の停止を、ロシア側にの、小耳に挟むわけです。カードとして。 これには G7 がこの戦争の当事者であるという自覚が必要です。これ、日本も含めてです。これが達成できれば、ロシア軍を大激戦区から撤退させたというウクライナ側の顔が立つわけです。と同時に G7 の武器供与を停止させたというロシア側の顔も立つ。こういう両国の顔が立つ仕組み。 ができるタイミングを外さないのが停戦交渉第三者の役割なわけです。今多分その時期は、ね、が訪れてるはずです。バフムトのほかに原発があるザポリージャ、これを半径何キロメートル、何十キロメートルかの干渉地帯にするといういわゆる原発停戦。これはもう布石としてあります。IAEA、e、が入っております。ここでも 選挙しているのはロシア軍ですから。国際監視下の非武装地帯にするということはロシア軍の撤退を意味するわけです。ね。だからロシアに。に懐柔されているわけじゃない。実際面として。じゃあ、そういう国際監視団をどう作るか。多分、ミンスク合意の時の O. S. C. よりも大きな。そして、より中立な枠組みが必要だと思います。 ウクライナ戦争には世界レベルの食糧危機、ロシアが最大の沿岸国である北極圏問題イコール地球温暖化問題、これに直結する他の紛争にはないキャラクターを、それとプラス核戦争です。G7 を含む紛争当事者以外の全世界が参加する枠組みが不可欠であります。でその何ていうのうかな、あの インドネシア、さっき、渡先生が紹介しインドネシアの国防省が、監視団を出してもいいと。こんなケースないですよ、過去に。だから、停戦は可能です、これ。でグローバル・サウスの参加はもちろんだし、その和平案が、同意が得るのはこれから難航するでしょうが。 南アフリカを中心とするアフリカ7か国が仲介に乗り出したのは大変にいい作品です、これ。そういう国際監視の枠組みは過去、実際に有効だったか。これをちょっと現実問題としてお話ししたいと思います。まず、例に挙げたインパ戦争、カシミール問題があります。これはカシミールという民族自決権、分離独立運動を抱えている点で、これ、ウクライナ戦争という非常に共通点があります。 ウクライナはあド,ドンバスは内戦中だ,わけです中だったわけであります。このかしインパ蔽戦争が勃発するのは1947年。で、国連決議がありました、1949年。で、帰属問題を決着するために住民投票の実施が決定されましたが、いまだに実施されておりません。停戦はずっと継続してるんです。 これをインド、国連インドパキスタン軍事監視団と言います。ですね。1948年以来、ずっとあるんです、これ、現在まで。これは監視のみです。で、武力衝突の際の、えー、自己防御のための抑止,抑止機能はありません。非武装です、これ。この対象例として、ラン高原兵力引き離し、アンドフですよね。皆さんご存知の。だって自衛隊が参加しましたが。 これは第四次中東戦争、シリア対イスラエルであります。これは武装しました。最初は非武装だったんですけれども、特に非正規のゲリラのみたいな人たちの攻撃がこのアンドフに集中したわけです。そして武装が決まった。自衛隊も一時参加しました。インパ戦争に戻ります。監視団のプレゼンスがありながら、 1965年には第二次インパ戦争が起こりました。で、71年には第三次インパ戦争。で、両国が核保有して、核保有をしてからも、カルギル紛争っていうのが起こりました。これが1999年です。両軍で数百名が死亡しました。でも、全面戦争、それ以前の全面戦争に至らない、それが監視団の役目です。 よく有名の無実のミッションだと悪口を言われるんですが大規模な総力戦と核戦争のエスカレーションを予防しているという見方もありますウクライナ戦争もこうなる可能性は大変大きいですつまり停戦の長期化固定化もしくは紛争解決講話には至らないかもしれないもしかしたら休戦状態になるかもしれない休戦というと忘れちゃいけない 朝鮮国連軍があります38度線です度でアーミミススティスコミッションですね、まあ、アメリカの軍ですけど一応国連軍なわけです。ですね、で非常にわけのわからないもの国連軍にもなってるんですけれどもそういう意味で冷戦がまだ終わってないと朝鮮半島で言われるわけですけどもこの奇妙な国連軍と地位協定を結んでいる奇妙な国があります、はい。日本です。だからこの問題は日本と直結してるわけです。このですね でこれは米韓を中心に22カ国が国連軍としていまだにいるわけです。一応、ブトロス狩り・ガリが事務総長のときに言え、もう国連関係ねえよと言ってるんです、一応。それでも日本とはつながりがあるわけです。休戦、批判はあるでしょうけれども、それでも少なくとも人間が大量にする戦闘は抑止しております、現在まで。停戦監視へ が攻撃されて監視団攻撃されて失敗、監視団そのものが失敗となるケースもあります。それがシリアです。まだこのシリアの紛争の初めの時ですよね、アサド政権対反体制派が単純な紛争構造だった時2012年、アラブ連盟プラス国連という形で、コフィアナン、 を責任者にして監視団の二百五十名ほどの監視団が立ち上がったところがこれが攻撃を受けて活動が停止しました一回復活します僕がアフガニスタンで一緒に活動したブラヒミさんが特別代表になってこれがまた二千十四年に辞任し今度はアイシスが出てくるわけです。 そして紛争構造が混乱します事実上の機能停止です紛争の低迷が今に至りますここからいらゆる特徴的な問題点として紛争当事者の当事国の指揮命令系統が効力を持たない非正規部隊ですよねこれらが戦闘のメインアクターになるとこれ本当に困ります停戦の彼らがスポイラーになる スポイラーとは義勇兵とか傭兵の類ですよね。これが今心配されるわけです。だから停戦になっても、その維持することが、もう本当にあのあの、えー、あのウクライナの場合は困難になってくると思います。でもくじけちゃいけないということです。ウクライナ、ロシア、ご存じのように双方にこの傭兵の問題があります。以上、過去のの事例からの教訓としては、 紛争の解決、正義の決着が長期化するというマインドセットを持つことが大切です。これはしょうがないです。正義の決着の象徴である戦争犯罪の起訴も含めてです。これは実際にそうです。戦犯法廷の設立自体に時間がかかります。でも、停戦が遅れれば、起訴に必要な証拠も風化するわけです。 だから戦争犯罪の基礎のために、停戦が必要なんです。よろしいでしょうか、あの反対されている人侵略者ロシアとの交渉は、国際正義と秩序を崩壊させるという意見があります。わからなくはありません。でもしかし、それをウクライナ人の地であがなおうとする安全地帯にいる我々は、なんなんですか、一体。 僕は卑怯者と今思います、それは。果たしてそれもウクライナ人の総意ですか先月、あのウクライナプラウダ、主要新聞ですね、ウクライナの、3月に行った世論調査を発表されました。侵略国との妥協は不可能というウクライナ人、これ、何パーセーだと思いますか ロシアとは絶対に妥協できない。71%ですよ。僕は驚きました。100%じゃない。同調圧力が猛威を振るっているはずの戦時の世論としては驚くべき数字です。これが対戦中の日本だったらどうなってましたか。同調圧力です。停戦に話を戻します。そして、停戦合意が。 なされても小規模な停戦違反の戦闘は必ず起きます。で、監視団も犠牲になります。それが合意そのものの崩壊に至らせないために、それぞれの違反の発生時に中退と裁定を行うのも国際監視の役目です。なぜ OSC の監視団が失敗したか、検証が必要です。最後です先日 久々に BS プライムニュース出ました。元防衛大の校長の結木部さんとこのシーズンファイアナウ、これに2時間当ててくれました、番組が。2回目です、1年前に1回、で、先月1回、もう1回、2回目です。結、まあ、木,木部さん、長い付き合いですけれども、まあ、お互い同意できない点はあったものの、結、まあ、木部さんはこう言ってくれました。停戦は絶対に必要であると。でも今はどうか、可能か。 でも僕は、のスタンスはクリアです。停戦が困難なのは、もしくは停戦を維持するのは、本当に困難だってことは、僕は実務家としてよく知っております。でもしかし、永久に続く戦争はない。必ず停戦が休戦をします。だからそれを一日でも早くというのが、僕のスタンスです。なぜかそれはウクライナ人の 向こうの市民の命を一人でも救うためです。去年まではこんな発言をすると停戦、ロシアと交渉することがとんでもない、これが反応でした、世論の。今年は違います。これ、世論の着実な変化を感じます。そして、2時間のこの議論の最後には、結城部さん自身から重要な提案をいただきました。 それは今プライムニュースのホームページのあまあサマリー版ですけどれ見れます、見てください、2時間番組ですけど。それは、飯島さんが何を言ったかというと、今、仲介者としての中国の期待が高まっているが、そこにアメリカが入って、米中で仲介を狙うのが一番いいのではないか。その米中の橋渡しを日本がというのが、彼は国史ですから。 彼の期待です。まあ今回ブリンケンの訪中が実現しましたが、ぜひその方向でことが進むことを祈りたいものです。以上です。ありがとうございました。伊勢崎健二さんでした。何か岡本厚司さんご発言を。はいえっ、ー、ともうだいたい時間が終わっているので、それから。 あのほとんどですね今なんだろう、えー、議論すべきことはで尽くしたような感じがいたしますで問題はだから停戦をどのようなとなて言いますかね主体がえっ、ー、と中間に入ってどのように実現していくかっていうところに我々の議論があの進まなきゃいけないだろうと思いますやっぱりこれり世界史的な問題であってあの冷戦が終わりそしてこの冷戦の 先ほどどなたか言いましたけど冷戦後の体制っていうものがうまく作れなかったんだとだそ,そしてその中でやっぱりアメリカの凋落っていうのが衰退っていうんでしょうかね、えー、そういう中でかつまた中国とかそれからグローバルサウスの勃興が始まってる中での、えー、と事態であるということですねだから我々も、えー、とこ,のこの戦争を止めるためには新しい何か 構想とか想像力とかそういったものを持っていかなければいけないしこれにこのコントロールにうまく我々ができなければ大変悲惨なことになる核戦争の中佐藤雅さんはあのもしこの中でえっと戦術核のことばっかり言われているけれども実は戦略核が使われる可能性も高いんじゃないかって彼は言い始めてますよね、うん。 だからそういう意味では今この戦争を止めるで止め方についてもどうにしたらいいのかということをまあ考えていくべきではないかなというふうに思いますで一つですね、えー、当事者ウクライナとロシアというのはなかなかその停戦ということはさっきのあのあ西原さんのお話だと停戦を言っただけで処刑されてしまうということがあればですねなかなか難しいですけれどもやっぱり非当事者がここに入って仲介をして えー、しかしこの停戦の中身あるいは講和の中身についてはその両当事者の交渉がなければ意味がないのでその条件とかですねそこはなかなかそれは次の段階にするとしてまずは止めるということに、えー、進まなければいけないだろうと思いますでその場合非当事者の中に NATO やアメリカは入るのかどうかということですよねで、やっぱり私は入った方がいいし入らなければダメだと思いますけれども、えー、その中で 具体的には先ほど言われたように緩衝、えー、地帯を作るから、えー、そこにんだろう、えー、グローバルサウスなり何なりの兵力を入れるということだと思いますがじゃあ日本はどうするんだということですよね。日本は当事者だとは誰も思ってないけどやっぱりそれは G7 の中でこれは当事者になってきてると思います。で非常にですね <laughs> えー、曖昧で無責任ででかつこの間の G7 で行ったことは非常に私も良くないことだというふうに思っていますのでこの中でやっぱり我々は日本政府をどう変えていくのかということにもやっぱり注力しなければいけないのかなというふうに思いました以上です岡本敦さんありがとうございましたそれでは速やかに第二部の質疑応答に入りたいと思いますけどあ,<ー>あよろしいか何か 時間今5時6分です。はい。はい。場所的には大丈夫なように。場所は7時まで。だただ、た7時だと疲れちゃうと思うから、5時半をめどに。はい、5時半を目処に。はい。よろしいでしょうか。はい。では質疑応答。はい。手当てが上がってる杉原さん。ぜひ前の方によければ。 あちらも開いてます。マイク、はい、行きます。あ、ありがとうございます。あのタイムキープがないと伸びるということがよくわかりましたので、<laughs> 今後はタイムキープしていただけたらと思いますが、あのまずですね、まあ今回初めて参加したので、まあこの間僕はま SN あ SNS などでまあ皆さんの動きに対してわりとかなり強く あの批判してきた者の一人ですので、まあ、今日は直接お話を伺って直接意見を伝えるべきだと思ってやってきましたであの皆さんの提案停戦を今すぐやれという提案なんですが仮に今ウクライナとロシアがまあ国境線で対峙して争っているのであれば僕はそういう提案というのは成立すると思っていますしかし深くまあ2割ぐらいですね、えー、占領を併合して そういう状態でロシアはいまだに残忍な戦争を続けている。こういう時点で今のこの即時停戦ということがもし仮に通ったとしたときに、それは明らかに侵略者に対して有利なものになりかねない。むしろウクライナの側がまあかなり大きな情報を強いられる。自分たちの仲間がその向こうにいる。誘拐されている。虐殺されている。 そういう状況でそれを飲まざるを得ないという形にやっぱりなる可能性が高いと僕は思ってきましたので残念ですが今の時点でのこの提案はリアリティもなければむしろ非常に不正なアンフェアなものになると思っていますのでおかしいということを述べてきましたまあ今日お話を伺ってもその点は変わりませんそれからもう一点はですね伊勢崎さんが今日もお話ありましたし羽場さんからもありましたけれども勝つという同調圧力が えー、悲劇をもたらすという話をされていて伊勢崎さんなどはまあそれを日本は経験したのでウクライナの人たちに教えてあげるべきだというようなこともツイッターで書かれていましたし今日羽場さんも日本が早く、えー、降伏すれば悲劇は避けられたという話されましたでもそれ言う相手が違うんじゃないかと思うんですね日本は侵略していた国ですじゃあ当時中国の侵略戦争を仕掛けられた中国の人たちにもっと早く 日本の攻撃の中で、えー、まあ、事実上の降伏ですね、武器を捨てて、やめればですね、悲劇は避けられたというようなことを言うんでしょうか。侵略した側とされた側を混同して逆転させて、同調圧力のもとにある人たちに教えてあげるべきだというのは、僕には非常に傲慢な発言に聞こえます。そもそも筋が全く違う。それをずっと繰り返されているということに対して、 やっぱりおかしいといいう,うに思いますすあるいはですね伊佐さん未だにたかが領土というようなことを書かれてますけど尖閣じゃないって認められてるじゃないですかご本人もたかが領土じゃないんですよウクライナの人々にとっては人が生きてる殺されてる誘拐されてるそういう場所を諦めるということができないからこそ72%って言いましたけどさっきねこれ決して少ない数字ありません。そういうい人たちが未だに 妥協できない。自分たちの仲間が殺されるけれども、やっぱり今、停戦は受け入れられないというところで踏ん張っているわけですよ。そのことに対して何でもうちょっとリスペクトがないんですか、皆さん。そう思います。それからですね、やっぱりこういう考え方、こういう提案の根底に僕があるのは、やっぱりウクライナの人たちに対して無自覚に別紙があるんじゃないかと思うんですね。今日の話の中で僕は非常に 起こ,って起,こ起こるというかおかしいと思ったのは例えばです、ね、あの西谷さんが言われましたけれども要するにキーウの政権は、えー、何でしたっけねキーウの政権は東部で人が住めなくなろうが構わないんだと困らないんだとなぜなら民族浄化できるからだというようなことを言われましたこれ、具体的な根拠はあるんですかじゃあ後で示してください。 そういうことを平気で言ったりですね、あるいはウクライナが自ら草刈り場、自ら餌場になった結果が今の戦争だみたいな形で、もうまるでウクライナの側が問題であるかのようなことを平気で繰り返している。そういう姿勢自体が僕はウクライナの人たちの別視があると僕は思います。ですから、基本的にどういう提案されるか知りませんけど、これからも。 今後の行方を決める決定的な主体はウクライナの人たちです。ゼレンスキーじゃありません。そのウクライナの人たちの声を目殺する形で出されていて、しかもこの提案はウクライナの多くの人たちに全く相手にされないと思います。ウクライナの人たちへの別詞を克服しない限りどういう提案されたってほとんど意味がないと思いますし、僕自身は日本の市民として恥ずかしいと思っています。ですから少なくともこういう提案出されるんであれば、 ロシア大使館にも行って皆さんで抗議の声を上げてください。呼びかけられれば僕も行きますよ。それぐらいバランス取ったことをやってほしい。あまりにもプーチンの罪について甘すぎる。カンサも言われましたけど、カンサの発言なんて僕には NATO やね、イギラク戦争の話を持ち出してプーチンの罪を現じるようにしか僕受け止められませんでした。残念ですけど。そういうふうに,そういうふうにしか聞こえない。逆ですよ、言うべきは。 プーチンを認めないっていうこととブッシュを認めないっていうことは同じようにやっぱりダメなんですよね。そのことを言うべきであって逆です言い方がそのことを指摘して終わりたいと思います。以上です。あの応答するので<あ>できればそこへ座っていただければと思います。<の>はい、質疑応答、はいうん、いいじゃないですか。もちろんもちろんもう一人一個つ言った方がいいですか。 大丈夫ですか必ず当てますから、はい、いいですか、一人ずつでもちろん、いや、本当、杉原さんのお気持ちだとか、そういうのは、私はだって、杉原さんってこの間、ずっといろいろ協力していろんなことをやってきたんで。 だからもちろん分か,かりますけれども戦争っていうことを考えるときにさっき言いましたけどソ連崩壊以降でソ連崩壊って別にこれソ連の見方とかそんなことじゃないんです実際ソ連は解体したわけですからそしてその後どうなったかヨーロッパの政治は民族政治になったんですよでナショナリスト政治になったんですよ基軸が。でだ なんかそのことなんかを本当にあの一番憂れてたのはフランスでフランスでえとその後外相になったりなんかしてちょっと今の名前されちゃったんだけどあのまあ東西ドイツの合同の時からいろいろそういうあの危惧があってそれで結局それが融合紛争につながっていっちゃったんですよね。その時に 国が国家があってその国家が国民を統合してまとめてそしてきちんと動くというような構造っていうのが崩れちゃったんですでさっきも言ったように軍隊の戦争っていうのもまあ今なんかも表れているように民兵とかそういうのが主になってねそう,いうののまとそういうのをとにかくまとめて戦争をやるとかいうような状況になってて。 それでそれ,ぞれのそれぞれの思惑っていうのがまた違っちゃってっていうような形になっててそれでウクライナも例えばそのウクライナっていう国があってねその国民があってそれでそこの向こうの民たちでそしてそれが今ロシアと戦ってるとかそういうふうには戦争は起こってないと思うんですよね。そうではなくてん うん、思ってないなです、うん、それでじゃあ戦争ってどうなるかっていうと一応国家と国家との関係っていうふうにして、えー、国家と国家が国民を動員して起こすっていうふうに、えー、遂行するっていうふうになってるわけですけどそれともう一つあの国際政治の,そ,のそれこそ冷戦後ですけど国際政治の大きな変化っていうのは。 国と国とか,なんか国益とか国益とかそういうのではなくて全部スターシステムのアイドルシステムになっちゃってるんですよ。それで個人の例えばプーチン1人がこういう悪党だからそうするとロシア全部がで独裁国家だか,らだ,からだからプーチンの悪が全部ロシアの悪だっていうような見方になってもうこれハリウッド映画的な世界観ですけどそういうのが あの市,場し市場資資本本主主義義とともににメディア資本主義みたいにして広がっっちゃってるんですよね。それでだからあのロシアはこういうんで独裁者の国だからプーチンがこういうんででプーチンの個人的な思惑とそれからじゃあロシアっていう国それこそロシアにもう広大な膨大な人,人たちがいてそれぞれ全然違うような形で生活してるんだけどそういう人たちが。 全部プーチンという顔で全部判断されちゃってロシアというのはプーチン以外でしか考えられなくなっちゃってるでそれと同じようにゼレンスキーというのも出てきてるんだけどでプーチンの背後はじゃあどうなんだっていうのはアメリカとかイギリスの戦略研究所とかそういうのは全部いろんな情報を出しててそして全てそれが悪だっていうことを前提にして。 全部記述するだけどその後その今の話さっきも聞いたので分かってますかかものすごくものすごくだから簡潔に答えかだから簡潔にするとそうすると全部誤解になるわけですよいやそれはこの時間の中である程度限られた中なのでの、ね、質問に答えててほしいって言ってるんです、ねね、今のウクライナ政府っていうのと今のウクライナ国家っていうのとねそれから国境っていうのと それからウクライナに住んでる人たちっていうのが一体化したっていうのはついこの間からなんですよそれもメディア世界で、うんうん、だからだからウクライナの人たちがこうだからこの人たちを守るためにとにかくロシアを叩いてっていうふうに言うのはねあまりにも単純化した見方になるとそれで戦争っていうのはね本当に複雑な 状況なんだけどその図式でもって単純化した図式でもってその状況に対して対処するっていうふうに考える考えるというか何、えー、かうん考えると実,実はものすごく実情とはずれていくっていう。で私一番最初にこの,この戦争について書いた時に。あの 正しい戦争正義の戦争新しい正義の戦争というリアリティショーって書いたんですよ。うん。だからこういうメディア化された世界でねそしてそのメディアのデフォルトはね全部西洋なんですよ。そ,その西洋西側なんですよ。そのデフォルトに乗ってメディア化された世界で描かれる図式でもってね起こってる事態に対応するっていうのはちょっと。 それはまずいと思ってます僕はそんな図式で対応してません。だから答えになってないんですよ。いいす僕が聞いた答え、根拠を示してほしいです。民族浄化するっていうふうに言い切ったんだから、キエフの政権がね、その根拠を示してください。それが間違ってるんです、もともと。ここがんと、あで。西谷さんに聞いてることをちゃんと答えてください。根拠あるんだってさっき言われたんだから、示して。こここの間に起こったた歴史的なことって見ててみらす に死んでるんじゃないです。事実として違うこと言わないで。ね、西谷さん答えてくださいよ。今ね、ね二百何十万人、ロシアに避難民が出てますよ。うん。それでそれはだから東ウクライナにいた。 東ウクライナにいていわゆる進ロ派の人たちがそっち出てるんですよね。そうするとここは完全に非進ロ派っていうか要するにロシアとは一緒になりたくないという人たちがの土地になるわけですよ。だけど今ほとんど誰も住めないから今ほとんど誰も住めてそして何回でも何回でもここ行き来する間に全部壊されますよね。 インフラだろうが何だろうが生活空間だ一番壊してるのはロシア軍でしょ壊してる主体はあ<の>だって侵略してるんだからちょっと待って戦争で一生みたいにしないでちょ,ちょっと待ってそう<列><列>でしょここがおかしいんじゃないですかそうじゃないだってこっちが悪い戦争でねあっちが悪いって言ったら戦争のことは客観的には見られない侵略戦争ですよこれはし 侵略戦争だってことをど,どういうふうに理解してるのあなたは私侵略戦争なん,なんて思ってませんじゃあ何戦争なんですか人の人の土地に侵略して入って人を残虐に殺しまくったり拷問したりレイプしているのがなぜ侵略戦争じゃないんですかちょっと待ってねおかしいよ、はい、その認識はいいウクライナの人たちに対する侮辱だよ、はい、だからダメなんですよあなたちょっと待ってちょっと待ってくださいあのあの杉原さんは、まあ、あのご自身の意見を述べられたわけだから ちょっと時間の中で議論していたが時間はもうなくなっていますしかし基本的には杉原さんが出された問題点のポイントは一体なぜ我々が停戦を求めているかですねそのことについての私の立脚点は何なんだかっていう問題に関わっていると思いますので私として停戦を提案してきた者としておおお意見を述べたいと思います。 これでも述べてこれで議論はもう終わらざるをえませんよねえ時間がなりませんからも。それで、えー、なぜなぜ要するに我々が停戦をするかということになれば戦争の中に置かれた人間のお気持ちとして戦争は嫌だと戦争はやめてほしいという気持ちを持つそういう人がいると。 それからもちろん侵略を受けたので、えー、跳ね返したいと抵抗して跳ね返したいとそのためには武器を取っても戦いたいとこういうふうに思う人もいると二つの人がいると思いますよ。で我々が注目しているのは戦争は嫌だと戦争で人が死んでいくということに対しては耐えられないというふうに思っている人そ,その人に注目して我々は議論を出しているということですね。 ですから我々はの外の世界にいて意見を述べていますからだからそういうふうに思っている人がいるということで、えー、その人にとってはまあ国家も民族も領土も関係ないと戦争は嫌だとこれに尽きるという,うを思っている人これはいますよね。自分がそういう立場に立ったら私はそういう立場に立ちますので。えー それはウクライナでは少数派ですよね。ちょっと待って人が喋ってるときはる。<laughs> ウクライナで少数派かどうかということはあなたの判断であってですね。本当にそうだからこうわかりませんよ。そういう人がいるということは確かでしょう。いるということです。調査はどういうものがあるかってことも問題ですが、いるいることは確かです。それから戦いたいと守りたいと思っている人もいるということは確かですよ。はっきりしてますね。でしかし私たちはその戦争は嫌だと思って。る 人を殺されたくないというそういうふうに思っている人のに注目して意見を出していると自分たちもそう思うからそういう意見を出しているのですよ。で、えー、もしも抵抗して侵略を跳ね返したいというふうに思っている人がいればそれは悪いじゃないですか。 スペイン内戦の時に牛兵としてみんな参加しましたね。そういう形で、えー、行くというのが自然のことじゃないですか、それだったら。そうするのは。そういう人いっぱいいますよ、これい。いざいるそういう立場を取られる人がいるってことは私は何も問題思いません。それは当然、そうされたらいいと思う。しかし、私はそういう立場を取らない。私は殺されるところは嫌だと思っている人の立場に立って、手戦を呼びかけていると。それが、 一定の普遍性を持つと信じるから、ああ呼びかけている。こういうことですね。はい、じゃ次の質問に行きます。すみません。んちょ,ちょ答えていいですか。<laughs> ちょっと待って。一<ー><し>言だけ、ちょっと今の多分あの杉原さんのご意見って一番あの日本の。うん ウクライナ戦争を支持している人たちの立場だと思うのでウクライナ戦争を支持してるんじゃありませんウクライナの人々の武装抵抗を尊重すべきだって言ってるんです聞いてくださいそういういい加減な言葉ウクライナの人々っていうのを10波人からげに言ってますけれどもしてませんしてません少なくとも多数派の意思を尊重すべきだと思ってるんです10波人からげなんかする気はありません、えっと、私あのウクライナのマイノリティの研究者なので 西ウクライナと東ウクライナと中部ウクライナの人たちが全く違う考え方を持ち習慣を持ちそして東ウクライナの人たちが繰り返し連邦制を要求したり独立を要求したりした時に内戦が始まって双方で1万3,000人の人たちが亡くなったっていうことも あのご存知だと思うんですねだからウクライナの人たちっていう時にウクライナの人たちのためにっていうことをこう一律に言ってしまうとウクライナの人たちの間にそれぞれ違う国家観や違う生き方を望んでいる人たちがいてそれが潰されてきた14年から21年までの 流れっってていいいいううものものの見ななきゃいけないっていうのが一つですそれからもう一つ気になったのは侵略した側された側っていうふうに言われて日本は侵略した側だから、えー、というような言い方をしたんですけれども、えー、そ,それはすごくアメリカがじゃあ原爆は神の光だったっていうふうに今も教えていて原爆を落とすことによってそのパールハーバーで攻撃した日本軍の,そのなんでしょう軍国主義的な姿勢を 正すことは、えー、連合国として必要なことだったんだ。っていう風うにあの今も教えています。けれども、もしかし戦争によって亡くなった人たちのことを考えると、侵略する側も侵略される側も死んでいく人たちっていうのはあの侵略した側だから死んでもいいということにはならない,い。誰もそんなこと言ってませんよ。 あ、でもそれに近いことを言われましたそんなふうに取られるんですか侵略した側,した側された側っていうのは侵略した側だって殺されていいわけないれされた側だって殺されていいわけないです当たり前ですそんなことは 非常にこう政府的な考え方をしていらっしゃると思うんです。うん、どこが政府的なんですか。はい、じゃあ、ちょっとこれは <laughs> これで後ろの手を挙がってる方。じゃ、その後あってますから。ら全く意味わかんないです、いす言ってることが。ごめんなさいね。はい、次の質問いきます。はい、どうぞ。えっと、上松誠二と申します。あの週刊金曜日を三月で辞めたので。今からただ一市民として発言いたします。で、僕も、まあ、被爆三世なんですが、広島の話はちょっと。時間の関係で、全てちょっとしません。 でまず、えー、と今の議論も聞いても感じたんですがウクライナへの人々へのやっぱりリスペクトが足りないのではないかという杉原さんの指摘は私も同じ思いを感じましたさらに言えばウクライナの人々と、えー、この声明を作られた方々がちゃんと向き合っていないのではないかという問題意識を持っています、えー、それは、まあ、今に始まったことではなくて まあ実はここの会じゃなくて、ーロする歴史家の会の声明を見たときからそう思っています。ーロ、まあ、する会の歴史家の会の話になりますが、3月の第一次声明では、日本語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語、中国語に翻訳されました。第二次声明では、日本語、英語、ロシア語で翻訳されています。 私は気づいていてますこれはどういうことなのか皆さんが作られたあの声明は宛先にウクライナの人々は含まれていないんではないかとそう,そうでないにしてもそう思われてしょうがないと思いますつまりこれは日本の知識人がウクライナの人々と向かい合ってない 対話しししよううととていないといいなな態度の表面にしか思えないんですですからこれはもうちょっと和田さんにちょっと限って質問あの応答お願いしますどうしてウクライナ語の翻訳がなかったのかこれは後で応答してくださいそれから、えっと、今の杉原さんとの,あの西谷さんとの熱いやり取りを見て思ったんですけど、えっと、やっぱりその僕は実は日,本日中戦争のアマチュアの研究者でもあるので 戦争は複雑だ侵略かどうかっていうのは非常に複雑な問題だみたいな議論を聞くと右派の歴史修正主義者たちが今1937年学会というのを作っていてそこでやってる議論がまさにそうなんです。日中戦争は日本の一方的侵略だと言われているがそういう単純化は難しいみたいな議論を時間をかけてやってるのが右派の1937年学会で。 その議論と非常によく似てしまっているのはなぜだろうなと思いました。で、今からもう一つ質問させてください。えっ、ー、とこれはあの停戦かどうかっていう議論とちょっと切り分けた方がいいと思うので、そのつもりでお聞きしたいんですがあのこのこちらの今のこそ停戦運動の Q&A の中にあのなぜ撤退ではなく停戦なのでですかっていう質問項目がありますよねサイトに。 でそこに書かれてることで、えー、とその「撤退とは特定の領域が帰属する国を定める必要があります」「この時歴史を参照して特定の領域が帰属することを定めることはできません」「なぜなら参照する歴史上の時点によってどちらの国にも帰属し得るからです過去もまた多様なのです」と書かれておられます。私,たちこれ私は少なくともこれをもう読んだきから相当大きい違和感が ありましたなぜかというと、まあ、例えば、えー、市民運動では、えー、総係実行委員会とかあるいは、まあ、日本科学者会議とか世界平和アピール7人委員会とか大体そこの、えー、と認識では基本的に91年のウクライナ独立そして97年のロシアとウクライナの友好協,協力条約これで調べられた国境線が あるんだとでそれを審判したら、まあ、国連憲章第2条4項遺憾だとだから許されない本来はそのその侵略によって生じた以下のよ状況も承認してはならないしそのような状況の維持を支援したり援助してはならないという考え方の方がより一般的だと思うんです。こここれに対してなんでここの ここの皆さんだけがある意味特殊な見解を持ってらっしゃるのか非常にここで今直接批判するという意味ではなくて強い違和感がありますなんでここだけこんなに特殊な見解なのかそれが結,構結局侵略っていう問題をうやむやにして戦争の問題にまあ一つのコンテクストに 回収させて議論を立ててるのではないかという疑問を持つんですね先ほどの議論でもあったように戦争だいや侵略戦争だという議論がありました結局国境戦場の戦争とそれをめぐる停戦の議論とは別に侵略と抵抗という問題があります結局ウクライナの問題は僕はそうにしか思えなくて二つのコンテクストが交錯しているわけですよねそれをここの声明は明らか で先ほどの過去発言見てもどうも侵略と抵抗というコンテクストをある種無化してで戦争と戦争継続か停戦かというある意味僕会のセット非常に単純な文脈に回収させて議論を立てて主張されているように思えるんです。そして僕はこの声明が 先ほど言ったようにウクライナ語に翻訳されて全く走ってこなかったこれまでの経緯も含めてウクライナの人に届くのか強い疑問を持ってます。ですから一つは和田さんにウクライナ語のことについて、二つ目はあのそのここ特有の特殊な見解のについてあの応答をお願いいたします。はい、わかりました。ありがとうございます。えっと何時までやるか。あ <laughs>。 あのその後ちゃんと回します、橋野さんってあげてらしますあ、ごめんなさい、お名前もう一度、上松さん、はい、柴さん、はい、じゃ上松さんのあと、和田先生答えて、時間を6時までは難しい、45分はいかがでしょうか。45分っていうと、あと10分ですので。 十分の間に、あと二つの質問があります。簡単に質問していただいて、簡単に答えるとして。あドドはい。はい。 いいえそんなことはないんですけれどもじゃあ先に橋野さんと意見も入れて同時に答えるっていうことでじゃあ混ぜない1個ずつ上がりましたじゃあちょっとお待ちいただけますか私は意見だけなんですけど。 じゃあテキパキいきますのでちょっとお待ちください,いうから。<laughs> はい。じゃあ10分の間で、はい。ああ僕に質問が出てるんだから答えます。はい。じゃあ和田、はい、先生答えてください。<あ>お願いします、ええ。これは最初からあの質問が出ました。ドイツ人の記者からもそういう意見が聞かれてました。なぜウクライナにウクライナ語に訳していないか、そしてウクライナの もう大使館に行かかないいのかそういう議論も出ましたねでしかしそれを考えた時に私たちの考えたことは何かといえばロシアの侵攻によって、まあ、侵略によって言ってもいいんです侵攻によって、えー、戦争が起こったでウクライナ人はウクライナ国民が抵抗している抵抗する当、うん、然であるとそういうふうに私は 思いましたからそういうところで戦争をやめるというふうに私たちが呼びかける時の対象はロシア側であるということでロシアの戦争をやめさせなきゃならないロシアが攻め込んでいるのをやめさせなきゃならんということが一義的に問題であったからまず英語とロシア語に訳すということにしたつまりウクライナ戦争が始まった時にポーランド人のところ行ってあなたは戦争を やめなななさいといいととううような必要はないと全然ウクライナ人が抵抗するという人が出てきていればそれは当然のことであるというふうに私は思いましたからしたがって、えー、戦争はもちろんロシアとウクライナが戦っているわけですからあああ両方に対して今の時点の場所で停戦してほしいというふうに呼びかけたわけですけど。 下したたい対象ははロシア側にああったことは間違いありませんで、えー、ですからですね、えー、そしてその状況でもう一つ申しとけばあちょっと事情がありますがウクライナとロシアは5日目にして停戦のための交渉を始めてたじゃない,ですかそういうわけですから停戦を呼びかける対象は基本的にはロシアだった。 ロシアがキエフに向かって前進して突っ込んでいくというこの戦争をやめさせるということが最初の目的ですよ、それは明らかに。ですから、それでウクライナにウクライナも訳さなかったおかししくないでしょ別に、えー 戦闘を呼びかけていることが停戦です、れ基本的には。そこから始まるわけですから。じゃそれはつまり、一方的にロシアに戦闘の停止を訴えかける声明だったんですかいや、そうではありません。それは、それを主張するということで、停戦が来ると思わなかった。つまり戦、戦争をやめる戦争をやめるようにするためには、あ ロシア側に呼びかけるわけですけど、ロシアに戦争をやめろというふうにだけ言って、戦争をやめる時代になるとは思えなかった、つまり、停戦,戦を呼びかけるということによって、えー、ロシアの戦争はストップすることを願っていたわけです、当然です。はいじゃあ、次の質問、も一応聞いて、大丈夫ですか。ははい、ねはははい キュアの絵については私が描いたのでそれはあの後でお答えするんでもいいですかじゃあ今だというのであればあの侵略を曖昧にしてるっていうことではなくいろいろな歴史の中であの占領地が変わっていくことっていうのは実際に あり得ます何百年も人がここに住んでた人はこうなってこうなってっていうところは歴史的に世界中にはいろいろあるので,でそこに線引きをするっていうことはあのいろいろ調べて事実が出てきて答えが出ることであって一概には言えないのでそれを書いたっていうことです。そそういういことをん、うん、それは<も> <laughs> 相対化と何をおっしゃってるのかちょっとよくわかんないですけどあの何かを絶対だと思っていないっていうことです書いた側としては歴史のどの地点で切るかで変わってきますよっていうことを Q&A では書いてありますつまり侵略っていう言葉の意味をもうちょっときちんと精査しないといけませんねっていうことではあります。 絶対的に何かっていうことでないそれ言ったら何の国際法ももう意味がないっていうことになりますよそういうことじゃなくてデタダメですよはっきり言って皆さんもそれでいいと思ってるんですか <laughs> 他の方も <laughs> はいちょっとあの他の方の質問も聞いていいですか私の答えはそうです呼びかけ人の方も同じ意見なんですか今の前北さんとど賛同しているのそのことだけは確認してくださいそれはまた違う話だから違わないですよいやいや Q&A については私が責任を持って 同じ団体でしょだって責任持つべきでしょ皆さんも <laughs> いやそうだけどねんちょっといいですか <laughs> 違いいいますのの答えは私が文章の責任を持っているとうことで,すでそれについては細かく話をしたいけれども45分まであと3分になったから先に質問の2つを聞いてからでもいいですか あの質問の内容は分かりましたからじゃあ橋野さんと司馬さん橋野と申します今日初めて参加させていただきました意見は2つあります一つは今こそ停戦に大賛成でこの運動を全面的に進めていただきたいということです2番目は杉原さんから西原先生に対する質問ですね私は西原先生は非常にバランス感覚があってあの尊敬して 先生なんですが先ほどの杉原さんのね東ウクライナにおけるうんぬんというような質問に対するね西原先生の返事はストレートでなかった要するにまあ言い方は悪いけれどちょっとフライングだったんじゃないかなと思うんですが率直な返事をされなかったんじゃないかなという印象を受けました。ポイントはは番番目目ののの意意見見にありますんでととといいういうことかというううどこか マスコミで政治家や評論家が述べることの中にはですね、戦争で、ウクライナ戦争である何でもいいんだけれど、戦争でですね、殺されていく立場の人ね、殺されていく立場の人のその立場でに立って発言するということが非常に少ないということを私は感じています。私私ですが私は 東京大空襲の時当時国民学校の3年生でした。ということは今88歳をもう過ぎてるんですが国民学校の3年生で東京浅草で大空襲の中を家族5人逃げ回りました。父親はその1か月前に有楽町あたりが爆撃を受けた時にその流れ玉が浅草に落ちてきて私の父は浅草で爆弾に当たって死んでいます。 お葬式のために帰ってきて東京大空襲にあって防空壕の中に20人いて逃げ回って2時間逃げ回って生き延びたのは私の家族5人だけだったあと15人近所の人はみんな死んでしまったで私が言いたいのは戦争になると殺された人はですね後になって発言することができないってことなんですそうするとその時逃げ回って私もここに怪我を負ってますが これは負傷者の中に入ってない。死んだのは十数万人重傷を負ったのが20万人いると私も重傷の口だと思うけどそんなのは入ってない要は死んだ人はですね一言もしゃべることができないんですじゃあ私の父や死んだ東京大空襲で死んだ人に限定してもですねその10万人以上の人はじゃあ親父が死んだから息子よ戦って 敵を殺してくれと言っただろうかそんなことは決して言わないと息子はもうどうか生き延びてくれと戦争だけはしないでくれと相手も向こうの人要するにお互いに恨みもない相手を殺し合うようなことだけはやめてくれとそういうふうに言ったに違いないんですねそうするとそこで逃げ回って生き延びた私にとってねもう老齢88を過ぎたけれど 言わなくちゃならないと思って今日は来たわけですけれど言わなければならないことというのは死んんだ人の身代わりになって言う必要があるんですねどうか戦争だけはしないでくれそうするとこれを今ウクライナ戦争に当てるとどういうことになるかというとですね戦争をしないでくれ今戦ってるんだからそこで次々と,と殺されていくロシアの兵士も死んでいるウクライナの兵士も死んでいるお互いに個人的には何の恨みもない。 さらに被爆地爆撃をされているところでは何十万何万人という人が死んでる逃げていくそこには遺族家族がいるそういう人たちにとってですねまず第一死んだ人は何も発言できないその人たちはもう二度と戦争をしないでくれとそうなるとですね世の評論家がですねウクライナが人腸何割か獲得してその挙句に停戦に持ち込めばいいと言うけれどということは 裏を言えば、ですね、人地をこれだけ獲得するまでの何ヶ月間は、殺されるのを容認したということになるんですね。したがってです、ね、絶対に人殺しを容認してはいけないということを言う以上は、ですね、一番最初に、まず戦争をやめろと、停戦しろと、無条件で、で、干渉したり作るとか、そういう問題もいいけど、とにかくやめろと、その後でどっちが得するかというのは、次の話で、殺さないことが まず一番大事なことなんだということをね。いうことから始めなくちゃいけない。というふうに私は思います。それから先ほどの。あの杉原さんの質問。私は的確な質問があったなと思うんです。で私は尊敬する西谷先生がですね。東ウクライナで云々と言ったのは。ちょっとあれば。あの言葉のあやというと語弊がありますが。あの西谷先生を擁護するわけではないけれどね。 尊敬する西谷先生がちょっと口を滑らせたんだと思うからそれは率直にあれはちょっと口を滑らせてああのまあすまないというと語弊がありますけれどあれは私は杉原さんに対するきちんとした返事にはなっていないなというふうに思わざれませんでした以上ですはい、ありがとうございましたご意見ありがとうございましたすいません時間をオーバーしてますけれど短くお願いします マイクありますか。すみません。はい、すみません。えっと、その <laughs> そ、えー、手短にあの聞きたいと思います。えー、まず菅さんじょう先生にお聞きしたいんですけども、えっとロシアのやることをあのアメリカだってやってんじゃないかっていうふうに言うのであれば、アメリカだってロシアやってるじゃんってことになっちゃいませんかっていうことです。ちなみに私はイラクには10回。 行ってて現地に取材してますで戦争被害なんかアメリカを批判する立場で記事を書いてきましたそしてウクライナにも行きまして今度はロシアの戦争犯罪を批判する立場で、えー、記事を書いてますそれはどこの国がやったから OK だとかどこの国がやったからダメだっていうことを言ってしまったらもうグダグダになってしまうそういう考えですでも関 そういうお考えではないんですかっていうのがまず一点。えー、であの、ちょっと、えー、すごい聞きたいこといっぱいあるんですけどあの、端的にまとめますね、端的にまとめます。皆さん、ちょっとバランス悪くないですか、もうちょっと、あのたあのまあ、はっきり言うと、はっきり言うとね、ものすごくロシア寄りなんですよ。<laughs> あのロシアに経済制裁はするな。であのアメ アメリカとか欧州はウクライナに武器を渡すなんてじゃあ,あの北朝鮮やイランはロシアに武器渡してるけどどうなのっていうことを先日お聞きした時に和田先生はまあ偏ってるっていうふうに言われたらそうかもしれないっていうふうにおっしゃられましてたけど。 なんでそんなロシアそ名なんですかっていうこととあのそれをご自覚されているのかっていうことともうちょっとバランスをあの、えー、やっぱり本当の意味でそのウクライナの多くの人々ウクライナにもいろんな立場の人いるでしょうよそれは私も分かりますでもウクライナの人たちにちゃんと届く多くの人たちにちゃんと届くためにはやっぱりそこをもう少しバランスを考えた方がいいんじゃないですか。はい えとまず簡単に言っておきたいことはこの場はおそらく日本でもマイノリティだと思います。であえて和田先生はそのマイノリティであるところにしっかりとした意味を持たれたでそう考えると今質問されている人たちに一つのやり方は このマイノリティのここであるさまざまなディクラレーションといくに対してなぜそこまでこだわっているかというとじゃあマジョリティはどうしているのかとだからその宣言をねここでじゃあマジョリティはどうしているかマジョリティをそのまま論理的に突き詰めていけばどうしてアメリカ合衆国は実力部隊を派遣しないのかと。 ーゴ紛争では実際に空爆をしたわけでしょ、NATO が。じゃあなぜ、ウクライナの人々を本当に尊重するならば、どうして NATO はいわば兵力を派遣しないのかと。もしね、もしバランスよくというんだったらば、その立場が一番論理的に合ってるでしょ。うウクライナがロシアで 侵略を受けている間違いなくこの人たちが困ってるわけだからじゃあどうしてあなたはアメリカやあるいは NATO に対して兵力を送らないのかとちょうどス,ピンスペイン市民戦争の時に多くの人々が義勇兵で行ってフランコに対してまずそのことを 考えていけば一つの論理的な帰結は兵力を派遣するとそれから今の質問湾岸戦争イラク戦争アフガン戦争ここでブッシュもそれからミロシェヴィッチはユーゴスラビアでしたけどもプーチンも僕はプーチンを決して許してるわけでも何でもない。 でプーチンとブッシュとチェイニーとどこがどう違うのと同じですよと同じですよという立場で今のプーチン氏がやってることやロシアがやってることを批判するならばなぜ NATO も今もどれだけの数の人々がイラク戦争で亡くなったかまだそれすらもよくわからない状態なわけだから。 どこの国が正義でどこの国が正義でないというのを僕は言ってるわけじゃなくてもしジャスティスが国家や民族や人種を超えて普遍的に打倒するんだというんだったらばそういう普遍性の中でこのプーチン氏についてギルティーだと私自身はプーチン氏はギルティーだと思ってるからただそのギルティというのはあまりにも西側が言う それはダダブルスタンダードでしょうともしプーチンをギルティーだと言うならばどうしてブッシュをギルティーだと言わないんですかとこれは全然問題がないでしょうそれからあなたが言うバランス感覚とは何なんですかバランス感覚というのはこれは足して2で割るということなのそれともウクライナの人の立場に立てともちろんみんなそうですよ。 でもでもウクライナの人々の苦しみをどうやって和らげるかというのはこれは即時停戦に持っていくさっき向こうからご指摘があったとおりでじゃあね今ここで停戦をしなくてよりたくさんの人々が死んであなた自身はいつ戦争が終わると思いますか 批判をするんだったら自分はこういう停戦のあり方があるしこういうふうに自分はしたいというのが責任ある考え方でしょうからロシアに対して経済制裁しろって言ってるわけですよロシアの経営戦能力を立たないとロシア戦争をやめないですよだから中国だとかインドだとかグローバルサウスに働きかければいいんですよとりあえずこの件に関しては もうとりあえず対立やめて、とにかくそのロシアを抑え込む、ロシアを封じ込めることをあの協力しようよって、だから私はね、あの米中の対話がとても大切だと思います、結局その、なんで中国はロシア寄りになってるかというと、その米中対立があって、やっぱり中国としてはロシアを味方につけておきたいからです。だからその今の,あの はい、<laughs> ごめんなさいね継続しましょうねあの継続というのはこの場はこれで終わりですけれども議論は継続したいと思いますあのちょっとすみませんあと一分だけいいですか、ね、はいどうぞじゃあカンさん分今世界でロシアの経済制裁に賛成してんのはアジアの中では日本と韓国とシンガポールだけですだから問題なんですよ、ね、北朝鮮というちっぽけなとしか見られないような国がこれだけ 70年以上に制裁をしているのにどうして今も存続していると思いますかまたキューバがなぜあそこに存続していると思いますかアメリカがこれだけの制裁を加えても彼らは今でも存続している経済制裁というものはあなたが考えるほど本当にロシアを考えを変えさせて場合によっては政権交代が起きてと。 こんなものではないということは、北朝鮮とキューバを見ればわかるでしょう。経済制裁だけだとは私は一言も言ってません。経済制裁もそうだし、あの外交でもその、えー、中国やグローバルサースも国連憲章に基づいてその戦争を早くあのだからめロシアはワダ先生たちは最初から中国に行って大使館に行ってそ、あるいは中国に対して何らかの形で。 活動をしてほしいということはもう最初から言ってるわけでしょう。うどこに問題があるの。それはやっぱり今の中国のスタンスです。基本的にロシア寄りなので、あの全面的な撤退をあの、えー、ウクライナからの、えー、撤退をあの中国は言ってないので、それはやっぱりあの無理です。はい。もうこれ。はい。じゃあすいません。よろしいでしょうか。じゃあ。 議論はここまでということで、これで終わりにさせていただきます、えー。議論は尽きないかもしれませんが、またお会いできることを楽しみにして、この会は締めさせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。